こんにちは、あやこです。今日はですね、とあるレディースクリニックに来ております。というのも、今日乳がん検診を受けに来ました。バストケアとか、下着の紹介とか、お胸にまつわることをやって発信はさせていただいてるんですけども、やっぱりね、年齢的にも30代だし、こうよくある子宮がんとか乳がんとかっていうのはやっぱ気になる年齢なの で、ちょっと事情によって病院内はお見せできないので、どういう検診して、どういうことをやったかで、実際に結果が出て、こういう症状でしたよっていうのをね、後々一本の動画にしてお届けしたいと思います。検診ってどういうものかなとか、ちょっと行きづらいなとかっていう方もいると思うので、そういう方に届いて、こう軽く行けれる気持ちになってもらえたら嬉しいです。では動画スタート。はい、ということで、乳がん検診から約1ヶ月ほど経ちまして、自宅に検査結果が届きました。ここに結果が出ております。私の検査結果をお伝えする前に、まず乳がん検診でどういった検査をしたのかっていうのと、当日の流れ、あとは費用面なども合わせて、まず先に触れておきたいと思います。女性特有の乳がんとか子宮頸がんって、症状が初期の段階では全く自覚症状がないですよ。で、私も子宮頸がんとまではいかなかったけど、異形成っていうがん細胞の赤ちゃんみたいなのがちょっと通常より多い状態だったんですね。ただ別に何かが痛いとかいうわけでもないし、本当に普段通りで、もう乳がんも一緒だそうです。乳がんとか子宮頸がんに関しては、早期発見がとてつもなく大切だそうです。早期発見することによって、じゃあどうやってアプローチしようかっていうお医者さんとも相談できますので、ぜひ積極的に受けていただければと思うんですけれども、どうしても20代とか30代でがんっていうものに対して自分がリンクするっていう意識が向かないと思うんですよ。私もすごく健康だし大丈夫と思ってたけど、ちょっと検査受けてみようかなと思ったら出てきたし、で今回ね、乳がん検診も、実はもう結果を見てます。見てるけど、検査受ける前っていうのは子宮頸がんのこともあったので、やっぱちょっとね、ドキドキというか、どんだけ軽度な状態だったとしても、自分の体に異常がある状態っていうのは、すごくなんだろうな、ちょっと気持ち的には晴れないというか、心配もあるし、どんながんでも必ずスタートって絶対あるから、そこに立ってるっていう自分はちょっとやっぱりこう、ちょっと不安もあったりとか、産婦人科に行った時に、こうこれから赤ちゃん見ますよとかっていう、こうなんかハッピーなオーラの中に自分だけちょっとこう不安な状態で行くっていうのは、やっぱ私的には心的にポジティブにはなりにくかったので、同じようになってほしくないので、検診を定期的に受けて、異常ない、良かったって終わればいいなと思ってます。それがもう本当に一番いいことだと思うので、こうバストケアも究極だと思うんですよ、乳がん検診とかって。なので、ちょっと検査受けてみようかなって思えるきっかけに、この動画がなればすごく嬉しいです。ちょっと前置き長くなっちゃったけど、まず私が今回受けたのは、乳がん検診の中でもマンモグラフィー X 線ですねの検査と、あと超音波エコーの検査、2種類受けました。まず1個目、流れ、簡単に言うと、まず問診票やって、マンモグラフィー受けて、乳腺の超音波を行いました。トータルで約1時間もかからなかったかなぐらいです。実際の問診っていうのは、今妊娠中ですかとか、生理の状態どうですかとか、体の異変どこか気になるとこありますかとか、あとはタバコ吸ってますか、お酒吸ってますかっていう、日常の自分のことを答えるだけです。全然難しくない。で、実際にじゃあ、はい、マンモグラフィーの検査しますよってすぐなるんですけど、マンモグラフィーはね、だいたい10分ぐらいで両胸やっていきます。マンモグラフィーって大きな機械が出てくるんですよ。で、機械にお胸を乗っけて、こう潰していく。実際のこうやっている様子は撮れないので、病院の中はやっぱ NG なので、表現すると、こうプラスチックっていうのかな、板にこうやってどん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 挟まって、お胸をめちゃくちゃ薄くしていきます。ブニューって。で、その状態で写真を撮る。で、これが、上横サイドと上サイドと両胸どちらも撮っていきます。で、よくある痛いんじゃないのっていう、この痛いはマンモグラフィーの検査のことです。やっぱりお胸を結構
構プチューって潰していくので、その過程がやっぱ痛いけど、ただですね、めちゃくちゃ時間かかるわけでもなくて、取るとこまで行きつければあとはクシャッて終わるのですぐ終わります。着替えとかも含めて10分かからなかったかなくらいです。潰されるもそうなんですけど、なんかこここうなるからめっちゃ痛い、伸びる感じ、皮膚も伸びる感じが、ここら辺とか伸びる感じがね、こうした時とかここら辺が伸びる感じが私は痛かったんですけど、このちょっとの痛みで自分の状態分かるんだと思ったら、まあ我慢できる程度の痛みです。2つ目が乳腺の超音波検診。こちらはこうベッドに横になってゼリー状のジェルを乗せて、ちょっとグリ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 脇の下とかお胸周りを全体的にグリ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 エコーで見ていきます。なんで2つやるかというと、それで特性があるみたいなんですね。マンモグラフィーの方に関しては断面で見るのかな、乳がんの特徴的なこの石灰化っていうものを見つけやすいそうです。乳腺のこの超音波に関しては全く痛みないです。体に負担全くないです。こちらに関しては腫瘍の有無とか大きさっていうのを発見しやすいそうです。たださっき言ったあの石灰化、乳がんの特徴的に見られる石灰化っていうのは分かりにくいので、マンモグラフィーと乳腺の超音波を同時にやる方をおすすめしてます。気になる費用は、私今回誕生日月の特典で受けたので1万1000円で受けました。通常価格だと私が行ってるクリニックは1万3200円っていう値段で、まあ安くはないかなっていうところです。でもまあ1年に1回だけ受けるって思えれば、自分の体を知る上でもすごく大切なことなので、高くはないかなと思います。私は医者でも看護師さんでもないので、こうですああですっていうのはちょっと説明はねうまくできないんですけれども、私が受けてみた感想は、自分の体のことを知れるってすごくいいって思いました。まあ、ちょっと痛かったりマンモグラフィーはあるんですけど、やっぱプロの方の手目で自分の体を見ていただいて、自分の体が今どんな状態なのかって知るっていうのはすごく大切だなって思いました。で、気になる結果なんですけど、いや本当はここでもう開封してみようかなって思ったんですけど、ちょっとさすがにそれもやっぱ怖いなと思ってもう確認をしてます。で、結果から言うと私は異常どちらもありませんでした。異常はないと結果が出ました。はい、よかった。ただね、やっぱここに書いてるんですけど、しこりとか痛みとか分泌液とか何かそういう気になる症状があれば早めに受診してくださいっていうふうにここに書かれてます。あともう一つ、あの超音波検査で言われてたんですけど、私乳腺組織すごく発達してるそうなんですね。一番初めに上げた動画でお胸の構造って9割が脂肪で1割が乳腺組織ですよっていうお話はしたんですよ。いっぱい調べてしたんですけど、今回あのエコー検査の時に15分ぐらいずっとあのこれ巨乳あるあるかもしれないんですけど、エコー検査結構何回もグリ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 されるんですよね。昔働いた会社での検診でもこのエコーだけは私めっちゃ一人時間かかってたんですけど、なので看護師さんと見てもらいながらいろいろこうお胸のこととかをね、私勝手に質問をさせて、でもうすごくご丁寧な方だったのでご説明してくださってたんですけど、同じサイズでも柔らかさって多分それぞれあると思うんですね。で、脂肪が多い方は柔らかめ、逆に乳腺が多い方は固めらしいんですけど、私は乳腺がかなり発達してるそうです。で、こういうものがね来ました。じゃん、これは私のデータではないんですけど、見てください、もう赤線でびっしり、あなたの乳腺濃度は極めて高濃度タイプですと書かれてます。ちょっとわかるかな、こんな感じで全然違う、この白いのが乳腺組織だそうなんですが全然違うね、これを見ると本当この濃さ濃度差っていうのはもう年齢とか本当に個人差があるみたいなんですね。あのなんでこの説明をするかというと、さっき言ったマンモグラフィー、こちらは科学的に乳がんの死亡率を減少させる証明ができてるって言ったんですけど、私みたいに乳腺組織が高濃度な方ってマンモグラフィーだけではどうしてもその腫瘍がこうやってね隠れちゃって見つけにくいそうなんですよ。なのでちょっとここにも書いてるんですけど、併用がやっぱり重要ですよっていうのを書いてます。なのでやっぱり乳がん検診どっちか受けようかなじゃなくて、どちらも
併用して受けていく方がリスク回避はというか無難と思います。実際にあの検査中は自分の見れます、こうやって。そう、ちょっとドキドキしながら見てました。最近下着レビューがすごく多くて、私自身もすごく下着の魅力にハマりドハマりしてるし、で同じようなお胸のサイズ感で悩んでる方の参考になればいいなと思ってすごく上げてるんですけど、こういった乳がん検診とか、まあ、バストケアの一部なのかなと言ってもいいと思うんですけれども、こういうのもどんどんいろいろね、こう情報とか自分の経験、今回は経験ですけど体験談とかをお伝えしていけたらなと思ってます。今回は若干真面目な感じでしたけれども、自分の体の状態を知ってもう心も体もハッピーにいるのが一番いいと思いますので、ちょっと戸惑ってる、受けたいけどな勇気出ないっていう方は気軽に婦人科予約して、受けてみてください。ということで今日は終わります。じゃあまたねー。